はいどうも、お疲れ様です。FX オリガルヒの時間でございます。今日は2月13日の朝9時になりましたけども、まあたまにはね、一般公開動画で、ちょっとした講義とともにお届けしたいと思います。よろしくお願いします。で、この動画はですね、FX オリガルヒの方だけではなくて、速可塾限定動画の方だけではなくて、まあ一般公開動画になりますんで、どなたでもご覧いただける、そんな FX のミニ講座付きの 相場解説になりますで今ね文字の方で書いてますけども FX と一と言で言ってもあの難易度ってあるわけですよまずは曜日の難易度って書いてますね曜日の難易度一体どういうことでしょうかえっとですね月曜日が機種っていう考え方そして金曜日が期末って考え方これ、えー、分かりますかね1週間でトレードする方がいる場合 大体月曜日に資金を投げて、金曜日に資金を撤収するんですよ。で、1週間でエントリーされる方、勝負する方っていうのは、それなりの資金をお持ちだと思います。ですんで、月曜日には、まあ、思いもかけない資金が入っていったり、金曜日には、まとまった資金が抜けていったりすることが、まあ、多いわけなんですよね。まあ、そうなると、曜日の難易度っていうのが、ちょっとね、ここで考えることができると思います。つまりは、月金と火水木。 この二つのグループで難易度が高いのはどっちでしょうかってことなんですよ。どうでしょうかね。うん。まあ月曜日には一週間の検討される方がいると思いますし、土曜日の調整を見計らう方もいると思います。ですので、火水木でだいたいバランスの取れたトレードができるんじゃないかなと思ったときに、難易度的には月と金が難しくってそれに比べて火水木は。 簡単になってくるんじゃないかなと思います。あくまで比較的という言葉になりますけどね。まあですので、トレードのまあ初心者の方とか資金の少ない方っていうのはカースイ目あたりからトレードをやっていくといいんじゃないかなと思います。えそして次です。月日の難易度って書いてますよね。これはですね今度同じような一週間の考え方を一ヶ月に持っていくわけですよ。そうすると一ヶ月ごとにエントリーをして資金を引っこ抜くいわゆる 月足トレードをしている方がいることも考えることができます。そうなると、1ヶ月での運用されている方の機種っていうのは、毎月の1日になることがすぐに想像できると思います。えそして、法人でされている方もいると思いますけども、期末っていうのが大体、月の最終日、主には30日、もしくは31日,日、時にはですね、28とか29日っていうことにもなりますけども、つまりは、1ヶ月が始まる時と、1ヶ月が終わる時っていうのは、 一週間の月と金と同じような作用が働くというふうに想像することができます。まあ、つまり月末月初っていうのはできれば下げた方がいいかなということですよね。まあ、そうなると曜日の難易度月日の難易度っていうことを考えるとビギナーズの方がですねトレードできる日数っていうのは結構限られてくるんですよ。1ヶ月の間だいたいトレードできるいわゆる営業日が20日というふうにされてますけどもその中でも 頭と後ろの2日が使えないわけですから18日になりそれぞれの月曜日と金曜日が使えないわけですからさらに8日減るわけですよねまあそうなると正味トレードでききるる日日数って1ヶ月の間でででぐらいいいしかなとう,うに考えることができますでも逆にその10日にフォーカスしてここを攻略したら月とか金にも挑戦ししまいには1日とか月末にも挑戦するって形で難易度に合わせた 曜日の選定日数の選定をすることができるっていうことも言えますよねまあそうすると私たちが一番最初に取り組まないといけないのはカースイモコをきちんと見ていくってことだと思いますここまでよろしいですかはいじゃあ次のお話になりますけども時間軸の特徴のお話しましょうか FX には一分足から主には一ヶ月っていう足までありますまあこの辺が多く語られるんですけども順番に 大きい方から申し上げますと月足週足日足4時間1時間15分5分1分というふうにそれぞれありますけどもそれぞれの時間軸にはそれぞれの特徴があります例えばですね短期と言われるもの主には1分5分15分この辺りですけどもこの時間軸ってのはあまりにも時間が短すぎてほとんど法則が通用しません。 ランダムウォークって言って上に行くのか下に行くのかっていうのはもうねランダムだと思った方が見解が立てやすいってことになりますで反対側の長期になります長期ってのは主に1週間や1ヶ月それ以上ってことになります年になると超長期っていう扱いになりますけども主には1週間とか1ヶ月のことを長期というふうに考えますこれはファンダメンタルズといって 金融政策ですとか、要人の発言が多く反応する。まあ、そんなね、えー、時間軸だと思ってください。で、私たちが挑戦するのは、その中間、公式の働くテクニカルっていうところになります。テクニカルっていうのは、例えばダブルトップとかね、トリプルボトムとかね、そういった言葉聞いたことがあると思いますけども、いわゆる FX の公式が最もバランスよく働く、その時間軸のことです。主には1時間。 ついで4時間。このいずれかではないかなと思います。で、ライフスタイルに合わせるならば、1日のうちに10本前後の時間軸の変更を見ることができる1時間をお勧めしたいなと思います。ですんで、FX オリガルヒ、もしくは FX の速化軸解説は1時間を主に使っていきますね。ここではテクニカルが効きやすいと判断するからです。ここまでよろしいでしょうか。じゃあ一旦これを全部消しますね。 はい、これが本日2月13日の朝9時の1時間軸になりますここでテクニカルを読み解いていくために補助線をいろいろ引くっていう作業になりますまず1個目の補助線先週思い出して最初にレンジオプションを組んだ時には上底と下底っていうのをここに設けましたそして横に伸ばしていってこの間で上下運動をするよねっていうふうに見ていったんですよそうするとですねここの距離が 取れることとここの距離が取れることとここの距離が取れることがわかるわけなんですよねえつまりエントリーするならこの辺りエグジットするならこの辺り再度エントリーするならこの辺りでエグジットがここという感じで利益の取れるポイントを振り返ることができますえそして先週一週間も月から水も金とありますんでちょっと日を進めるとねこのレンジオプションのレンジ幅を修正するそんな必要に迫られる時もありました それが二つ目のレンジ。曜日に合わせて、上底をこちらと設けて、過程はそのままね、えー、してもよかったんですけど、こちらの方に移動しました。ということで、二つ目は、ちょっと緑で書きますね。二つ目の上底過程は、こういう風に決まったということになります。えそうするとですね、同じように、ここでセルのエントリーをしたところ、ここまでの距離が取れましたよねってことになります。そして、 同じようにここで倍のエントリーをすると反対側に行っちゃったんですよねですんでロスカットが一回ありましたけども再度時間は内側に戻ってきてここで再エントリーすることによってなんとここまで一直線が取れたよってことになりますロスカットはありましたけどもトータルで見ると大勝利っていう形になりますよねこうやって利幅が稼げたということになりますそして次なんですけども次のレンジ幅ですけどもさらに大きくなります 再度黄色で書きますけどもこちらの方にあ失礼しましたこちらの方に上底を設けて下底をこちらに設けたとするとですねこういった四角が今度は展開されるってことになりますそうなるとどうでしょうかこちらの方でセルでエントリーするとこの距離が取れていたよねってことになりますそして再度ここでエントリーをしたところ反対側の方に行っちゃったんでロスカットになりました ししかしこのロスカットあっという間に戻ってきて内側に入りましたので再度ここでエントリーすることができましたので結局この距離が取れて今週に来たとうやってトータルで大きく利益を上げることができるのがこのテクニカルトレードの特徴になります。そして今回使ったのがレンジオプションというのを上帝過程を変えながら3回に分けて使ったところ大きな利益が取れました。 きちんとロスカットも受けるところで受けていましたよね。でもロスカットの幅っていうのはかなり限定的で、それに比べて利益の取れる幅っていうのが格段に大きいことにお気づきになると思います。まあこれがテクニカルトレード1時間軸の速化軸 FX オリガルヒで3、4時間ごとにお送りしているリアルタイムトレードということになります。ですんでね、この解説を見ながら進めていくと勝率はかなり上がると思いますし、 すぐに勝率が上がらなくても考え方が頭の中にどんどん積み重なっていってあだから専門用語って大事なんだだからテクニカルを身につけないといけないんだってことが逆算で分かるようになると思いますけどもいかがでしょうかさあそしてここからですね今後の動きなんですけども月曜日は基本的に様子を見る日ですからねいきなりどうこうって言いませんけども先週の1週間の動きをまとめてみるとだんだんこういうふうに大きくなっていったよねってことが測れると思いますで今 この動きがそれに合わせてねこの上の線まで達するかどうかっていうところを見守っているところですけども達することなく今度収束していく可能性もあるんですよそうなると今度別の方式で展開を考えていくことになります今日月曜日っていうのはですねこのままボラティリティが広がっていくのかそれともどこかで縮んでいくのかこれをまず見極めるために午前中を過ごそうかと思います じゃあ、また追加放送、FX オリガルヒの中でしますので、お楽しみに。その他の皆さんはね、ちょっと追加放送ありませんけども <laughs>、いろいろと考えてみてはいかがでしょうか。それでは、FX オリガルヒ、今日もスタートです。